党の立花さんは憲法論議にどう臨みますか。はい、もう憲法9条で国民の生命財産が守れるなんていうのはもうありえないです。話し合いで解決ができるんだったら北朝鮮に拉致された日本人帰ってきてるじゃないですか。ですからこのような共産党さんのような左翼政党の言うことに騙されないようにしていただきたいと思います。テレビに騙されないでいただきたいと思います。ぜひ YouTube をご覧いただくということで、綺麗事では大切な人や国は守れません。強くなることでしか人は優しくなれません。憲法9条2項、特にこれを廃止し、原発を直ちに再稼働し、日本では武器が作れる日本にしていく、強い国になってこそ永遠の平和を手にすることができます。 NHK をぶっ壊す。